スクエア新オフィスのオープニングの日です。アレクサ、新しいオフィスについて教えて。今は分かりませんが、もっと勉強しておきます。もう一回やってみよう。アレクサ、新しいオフィスについて教えて。東京で3つ目のオフィスで、フロア面積は約2万平方メートルです。このオフィスはフリーアドレスを導入しており、その日の業務内容に合わせてさまざまな座席が選べるようになっています。各フロアにはエクササイズステーションや集中して作業ができる部屋もあります。27階のカフェテリアでは美味しいラーメンも食べられます。心も体も健康な職場を作っています。またお母さん向けの搾乳室、礼拝室、オールジェンダー向けのシャワールームもあり、ダイバーシティを大切にしています。 AWS ロフト東京は10月1日にオープン予定です。ではアレクサ、一緒にオープンしましょう。せーの、新オフィスオープン。